どうも、みたです。パーソナルやっていきたいと思います。はい、本日は海王山高校でボランティア作っていきたいと思います。出来の方は、あゆ、桜葉。で、霧雨、ゴーダ、ミネ。そして、堀場くん。この6人でいきたいと思います。前回ね、前回、ボランティアで US5 作った時には、技術が足らなかった。なので、今回技術ボーナー14の、特技練習頻度4の霧雨くん、入れております。なんで、普通バージョンかと言いますと、日本代表バージョン、福部の方が2個で、まあ、体力回復ないんですよね。こちら普通バージョンは3個なんですけども、体力回復3回あるんですよ。まあ、体力消費と体力回復が選べますので、まあ、海王山高校にはかなり使いやすいキャラとなってますので、今回使っていきたいと思います。アイテムの方はバードリと招き猫を持ち込んでおります。では、やっていきましょう。はい、あゆちゃんいない。おこれ評価上がるので嬉しいですね。評価上がるので嬉しい。じゃあ、あゆ、いねえじゃん。あゆ、いねえじゃん。しっかりといないと評価上がんないんだけどなぁ。あゆ、あゆ、あゆ、オッケー。練習後イベント来てください。さあ来い。オッケー。で、次休んでいこうか。どうせ、さすがに練習は踏めない。で、あゆがメンタルいるのか。ワンチャンと思ったメンタル。これは行こうか。練習後イベント読んだらね、多分、もう、告白来る評価には行くはずなんで。はい。ワンチャンラブだと思いましたが、来なかったですね。まあいい、まあいい。評価が上がりきってるんで、まあ問題はないでしょう。さあ、勇敢、やっていきます。で、オフ面。あ、これオフ面でもいいかもな。オフ面でいいね。オフ面いっときます。いいです、いいです。行きましょう。で、ミネ君。ちょっと早いけど、両利きになりたい。ここか！あゆ、早かったなぁ。じゃあオフ面じゃなかったけどね。まあいいや。まあいいや、まあいいや。おぉ、悪くない。オン面。あー、これも悪くはないけども、これも悪くはないんだな。でもさすがにタックなんで、音面いっときます。桜葉の評価も上げておきたいしね。はい、体力消費もなくていけたんでありがたい。桜葉の評価がどんどん上がっていく。で、これはゲームコーナー、技術もらっておきます。はい、桜葉。俺もやりたい。さあ、桜葉。タック来てるね。じゃあ、これ桜葉踏んでも、ああ、ここも踏みたいところですけども、ささっと桜葉行っとこっか。で、ワンチャン、あゆちゃん、呼んじゃいたい。そうか、桜葉まだなのか。まだか。まあ、これで来るね。次からタック来るようになります。早かったですね。で、ラブパ来い。ラブパ来い。残念。でもタックは来なかった。うん。これは、ディフェンスで良さそうですね。はい。オンディフェンス。行きましょう。で、ワンチャンラブパ。ワンチャンラブパ。はい、コズ。で、これ体力回復ですね。これが美味しいんですよね。ありがとうございます。そして、あと1回練習して、一回練習してあれでいいね。デートでいいね。で、ここを関くん行くか、どっちだろう。まあ、カルロスと岩渕は近いんで、こっち行っときましょう。小暮と、秋山。はい、いいですね。オンで行きます。オフでもよかったけどね。はい、そしてメンタルにいないので、おー、行きたかったけど、まあ、これはデートですね。デート一回目行っときましょう。セクイチで1回デート消費できるのはありがたいです。で、左右で違う。じゃあ、オフェンスちょっと振っときましょうか。まあ、一応ね、成功、金徳は成功ですけども、ワンタッチのコツと、しっかりと両利き、コツさんでもらいたいんでね、振っときます。で、メンタル。おー、メンタル悪くねえ、悪くねえ、悪くねえ。てか、めっちゃいい。よくね？
これオフできます。はい、オフ。はい、いいですね。小暮くんをもっと近づけていきたい。そして一人にしておく。これは金徳イベントです。で、ミネくん単発。ここはさすがにいらないか。で、小暮くんじゃないから。どっちだ。こっちか。はい、オフェンスいきます。オンオフェンスいきましょう。未来にシャット走り出しちゃったよ。ゴーダーを超えたい。ってことは次メンタル踏まないと体力的に厳しいってことですね。はい、メンタルこず。あー、でもこれはありがたいね。さすがにオンで、やってきまーす。はい、ナイス。怪我すると思ったけどセーフでした。で、次温面で来てほしい。で、桜は、ハードワークもらってきまーす。デート行こっか。デート行きます。デート2回目。このセクションデート終わらせたいのは3回なんで、あと1回で終わらせるように、ちょっと体力維持していこうか。オフェンス、悪くない。悪くない、悪くない。あー、そっか、そっちだもんな。はい、オフェンスオンでいきます。オンオフェンス。そして、フェアプレイ潰していきましょう。なんかもう、今にもフェアプレイが来そうな感じしかしてなかったんで。はい、いいですね。はい、ではこれオンオフェンスいきまーす。はい、ナイスでーす。フリーキックいいでしょう。で、さくらばくん、ルームメイトに立候補。テンション上がっていく。で、メンタルがいない。どっち行こう。どっち行こう。オンディフェンス行っときたいな。正直、秋山くんも上げときたいけど。じゃあこっち、秋山で行くか。秋山行きましょう。秋山行きまーす。はい、堀場くんの評価も上げていきましょう。で、次メンタル。さすがにもうデートは行きたくない。なので、メンタルにタック、来てください。ミネくん。で、これが走り出したか。走り出しちゃったか。はい。メンタルいない。じゃあもうデートしちゃいます。はい、デート3回目。いや、もうあと1回踏まないとデート厳しそうだな。ここからはしっかりとメンタルを大事にしていきたい。おー、でも。でも、これはメンタルいっておきます。いいです。メンタルの方いっておきましょう。体力温存しときたいんでメンタルいっておきまーす。で、こういう時に霧雨が来ちゃうんだよな。はい、ゴーダくん。守備反応が欲しい。ナイス。いいよ。そして、おーおお、悪くない。で、これは温面にしておきます。で、ゴーダくん。堀場くん、評価かけていきましょう。ゴーダくんは OK ですけども、堀場くんさっさとね、さっさとタック呼べるようにしておきたい。はい。で、もうそろそろ堀場くんとの対決が始まりますね。そしてダブルキャノン、成功してね。ナイス!いいですね。はい。両利きワンタッチ。そしてここで体力消費。できればメンタル、いない。オフェンス、お、じゃあオフェンス行こうか。小暮もね、近づけとき、おーっと、近づけときたいけど、小暮も近づけときたきけど、これは、うん、オンオフェンスいきましょうか。オンオフェンスいきます。さすがに4人いるんでね。はい。桜庭くん何くれますか?で、堀場くん登場と。小暮が遠いんだよな。トラップ、いいでしょう。で、体力回復か、キープもらっておきます。まあ、体力回復はありがたい。次のターン、ミネ君で回復あるからね。
そこまで持つようにしておきたい。これオフでよくね？オフにしておきます。うん。オンでもいいんですけど、オフだな。秋山くんなかなか近づかないんで、いいでしょう。ほぐれだけちょっと遠いなぁ。そしてこれは技術敏捷をもらってきます。ナイフで。で、おー、悪くない。じゃあ、行こっか。オンテク行きまーす。で、桜庭、なんかもう、来そうな感じしかしないんで。決定力潰しちゃって、フリーキック潰しちゃって、ムード潰しちゃって。こんな感じでいきます。で、ディフェンスとテクニックを上げていきたいですね。まあ、オフェンスあと10上げようか。あれ？はい。で、オンテクいきます。さあ、これは何くれますか？はい、爆発力いいでしょう。で、小暮くん今近づいたから関くんにしときまーす。で、ファンタジスタもらっていきましょう。で、できれば、メンタルにと言ってほしいな。あ、でもこれはメンタルありがたいですね、5人。で、堀場くん次から、来そうですね。次のターンからは、タック来る可能性が出ました。はい、では、音面、いっときましょう。で、あとは、なんとか、3回で抑えれますね。で、あゆちゃん、ここで体力回復いらないな。技術精神もらってきまーす。オフェンスかぁ。あー、ここいいなぁ。テクニックいっておきましょうか。これでもいいかなと思ったんですけど、テクニックいっておきます。はい、テクニック。で、次で堀は倒していきたいですね。さあ、こっからはラブパ。ラブパ来るか来ないかだいぶ変わってくる。これは、いいか。体力あるからね。多分ここでラブパが来るはずなんで、まあ来なくても体力回復は強星以外ではするんで、今のはそれでいいでしょう。はい、サッカーが上手くなりたい。さあ、ラブパ。あー、マジで強星来やがった。マジか。それ辛いな。厳しい。じゃあ、オンフィジーいっときます。オンフィジー。顔面ヘッドか。小暮くんちょっと遠いな。小暮くんちょっと遠いな。で、堀場くん。先回りして足止め。まあ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 、いいでしょう。で、これでワンチャンラブバキ、ああ、行きたかったな。すごい行きたかったですね。はい。では、音面行っておきます。さあ、ワンチャンラブバ。はい。ラブパワー来なかった。まあいい。で、これは体力回復あるから、もったいないけど。多分いけるっしょ。あー、そうか。じゃあ体力、ミスったな。まあいいか。で、これはオンディフェでいきますな。小暮くん。言っときたいけど、これはオンディフェでいっときます。とりあえず一致させときます。はい、オンディフェ。できれば小暮くんね、小暮くんどうにかしたいよね。
このセクション中にはせめて一致、最低でも一致はしておきたい。カウンターか、カウンター。カウンター今コツいくつ？結構ある気がする。ダメだな。で、ディフェンス上げといてと、ディフェンス上げといて、オフェンスも上げといて、残りテクニック上げといて、スタミナ上げといて、スピード上げといて、はい。ではデート行きまーす。デート4回目。ちょっと早いんだよな。ちょっとデートは早いんだよな。まあでも、なんとかしてください。お、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。悪くない、悪くない。え、これオフで行く？どうしよう。オフで行きます。オフ面。ちょっとカルロスすごくなるけど、いいや。はい、完全一致。で、ゴーダくん。はい、ナイス。ブレイブタックルゲットです。さすがです。で、音面。あ、悪くない。悪くねえ、悪くねえ。はい、オンフィジーっときます。オンフィジーいきましょう。で、次、小暮くん、メンタルにいてほしいなぁ。メンタルにいてほしいなぁ。いてくんないかなぁ。あ、終わっちゃった。はい、ナイス。いや、これはいけないなぁ。じゃあ、デート。最終デート行ってきます。はい、こっからは体力が本当に厳しくなりますので、ドリンクまだ使いたくないんだ。ああ、もう、どんどん、堀場くんが、きついっすね。どんどん堀場が来ちゃう。で、メンタル。すごい行きたいけど、これは、オン面行っときます。オフ面でもいいけどよ。オン面、行っときましょう。で、小暮。で、ファンタジスタと。はい、ゲットです。小暮がいない。はい、オン面いきまーす。あと3ターン全部小暮踏みたいけど、小暮が、厳しいな。闘争心。体力回復ナイス。で、火を改めよう。おー、小暮、これはありがたいかもしれない。で、これは、うん、スピードいっておきます。オンスピード。あと5マス、あと5マス。小暮くん、次はメンタルタック、メンタルタックにいてほしい。で、金徳イベントは来るな。 OK、 筋力もあります。で、小暮くんでは行きましょう。小暮オンディフェンス行きます。 OK、 ナイス。いよいよ。で、次メンタルで、ラッパ構図。まあ、それはしょうがない。で、大一番回収しまーす。で、ここでメンタルにね、小暮くんがいてくれると助かります。はい、いなかったー。まあ、いいです。音面いきまーす。で、このセクションいくら稼いだだろう。
はい。まあ、こっから小暮くんをまずは一致させて、郷田くん読んでいきましょう。で、まあ、これは上でいいや、堀場くん。で、小暮くん。ワンチャン、そういうこと。こんな時にスリータッグ来た。いや、ちげえんだよな。はい、音面いきまーす。音面いきましょう。で、ラブパ来い。ラブパ。ラブパ！コズス。次のターンですね。次のターン終わる。で、まあ、ワンチャンラブパ。ラブパいけますね。はい、ラブパーコース狙いましょう。音面。さあ、ラブパ。はい、郷田くん戦っていきます。で、カルロス。筋力。おーおーおお、じゃあここ行こっか。音面行きます。そしてその前に能力を上げておきましょう。能力振っときまーす。待てよ、ぶっちぎり取って、両利き取って、ワンタッチ取って、ファンタジスタ、ブレイブタックルか。じゃあ、スピードちょっとやめてブレイブタックルも。爆発力、カウンター、スタミナだな。まあ、いいか。はい。では、音面いきまーす。はい、どんどん近づけていきましょう。で、郷田くん多分3回コースなんだよな、これは。シュートレンジ、いいでしょう。郷田、いいね。じゃあ、これは、とりあえず普通にオンでいきます。はい。では、オフェンス、いきます。で、桜庭くん何くれる？はい、あと1回でゴーダー沈めたい。はい、シュートレンジか。シュートレンジ潰しといたらよかったな。まあ、いっか。で、秋山くん。チンプレ取っちゃったけど、まあいいや。はい。じゃあ、これをオンフィジー行って終わりましょう。トラップ取ってもいいけどね。まあ、行きましょう。はい、オンフィジー行きます。はい、ナイス、オッケーでーす。はい、完全一致。こっからはとりあえず、郷田くん中心に踏んでいきたいですね。で、郷田くんうまいことオフで勝負決めていきたい。おお、おお、おお。これオフでよくね。オン、さすがにオンする？でも、ちょっと経験点欲しいよね。お、経験点欲しいよね。あと5人だろ？あと5人だろ？微妙だなぁ。経験点取りに行くか。経験点取りに行きます。まあ、小暮くんがちょっと厳しいかもしんないけど、まあ、いいでしょう。まだターンはある。まだターン数的にはまだある。フィジカル。で、郷田くん、ディフェンスに。OK。で、これはさすがに行き過ぎかな。これはオンディフェンスにしておきます。はい、行きましょう。はい。で、次も郷田くんいて、ディフェンスに、いない。お！来た！来た、これ、
これが来た。いいね。次のターン終わるね。次のターン終われる。終われる。じゃあスタミナ上げといて、で不可侵領域取っちゃって、あれ金徳って全部走ってる ?1、2、3、4、5、6、7、8。あれあれ、あ、そうか、あと1個だもん。まあ、いいや。いいんだ。で、スピードとパワー上げといて、ちょっとまだ基礎値が足んないなぁ。はい、では行きましょう。音面いっときます。まあまあまあ、堀場くんと合田くんは次行けるので、矢部坂小暮。その辺だな。あ、次じゃダメじゃん。矢部坂終わんねえや。はい、ではこれしっかり前半後半行きましょう。行きます。はい、終わりました。では、最後引っ付けていきましょう。次はオンで行かないといけないんでね。オン。どっかのオンで、矢部坂行ってください。最高グレーでもいいけどね。あー、マジか。あれ矢部坂いねえじゃん。マジ矢部坂以外はこれで終わりますね。終わります。はい。では、オンオフェンスいきまーす。はい、終わりー。3人終わり。じゃあ、あと矢部坂。矢部坂、しっかりと練習来てくれ。お前が一番不安だ。オフでしっかりとね、下にがっつりと進んでくれるとありがたいんですけど、やばそうな感じしかしないな。キープ力いらない。はい、いなーい。出たー。いないやつー。いないやつー。うわー、オフディフェいきます。で、はい、来た。ナイスです。もういい、矢部坂なんで放置する。もう知らない。もう知らないぞ。金徳1個減ったって知らないぞ。こっからガツガツ稼いで、それだけ挽回します。それだけ挽回しようと頑張ります。顔面ヘッド嫌だな。はい。では、あーでも、メンタルか。うん。うん。じゃあもうこれスタミナ100にします。はい。ではオフェンス見ましょうか。はい。オフオフェンスいきます。で、次、できればディフェンスに、堀場くん、合田くん、固まってください。頼むわ。ダッシュ。さあ来い。ディフェンス来い。ああ、違う。ゴーダのテンション上げときたいな、テンション上げときたい。ゴーダのテンション上げとくかな。まだ持つのかな。じゃあまあ、とりあえずテクニックいこっか。テクニックいきます。岩渕と、カルロス上げときます。はい。ゴーダダメか。ダメか。ゴーダ。あれ？音面いって、とく。じゃあ、またこれ、小暮くんとかダメなパターンだよ。ダメなパターンだよ。まあ、いいか、とりあえず、音面いきます。やっぱり、堀場ウィル、ダメでした。はい、では、ここはしっかり前半後半行きましょう。で、もう、キラパ取って、展開力取って、パスカン取って、精神はちょっとでも吐いときたいんですけども、吐けなさそう。コーチング取ります。で、ロングスロー。司令塔。まあ、こんな感じでいいですかね。とりあえず試合行きましょう。いきます。はい、終わりました。問題なく終わっております。では最後、ディフェンスタック。でかいのを着てください。まあ、とりあえずオフェンスの方はね、でかい方、ものを着てるんで、とりあえずディフェンスが欲しい。はい。ディフェンスが欲しいと思ったら、ゴーダくんがいなかった。堀場の方だったか。まあまあまあ、いいでしょう。これは、ディフェンス行っておきます。
はい、いくついったかな。ボール出してありがたいね。しっかり前半後半行くんですけども、ダッシュで、ボールダッシュで、奪還とか取りたいけどな、厳しそうなんだよな。途中出場ダメ、ラッキーボーイ、サッカーの1、顔面ヘッド消しとこう。で、怪我しにくさ1、トラップキープ、筋力なぁ。じゃあシュート取る、マッチアップとかも取りたいんだけど、まあとりあえずこれでいきましょうか。これでいきたいと思います。いきましょう。はい、終わりました。問題なく終わりました。では、あと1試合ね、適当にパパッとマスクはやっていかないといけないと思います。はい、ではグレイマスク集めていきたいと思います。はい、終わりました。問題なく終わりましたので、あとは能力ぶりやっていきましょう。経験点どれくらい出たかだな。16000点、7000点ぐらいはいっててほしいんだけどな。はい、はい、まあ最後ね、矢部作君来なかったのは残念ですけども、でかいタックは踏めたからね。1500点ぐらいの1600点ぐらいのタックは踏めました。はい、17131。はい、で筋力がちょっと余ってるんで、筋力はしっかりと振っていきたいと思います。なのでこれ、そうだな、もうそうしよっか。パワー振ります。パワー100にします。はい、これぐらいでいいでしょう。で、あとは精神ですね。本当に精神ですね。精神をどこを振るか、どう振っていこうか。売れるもの少ないんだよな。もうすでにない。オフェンスを上げるか。オフェンス上げるか。パワーじゃなくてオフェンス上げるか。オフェンスを100にしましょうか、じゃあ。で、精神は結構使えた。パス。で、問題は怪我しにくさ。怪我しにくさを取るか。まあそうだね。これでいいかな。これだけ振ってたら問題ねえだろう。終盤。で、あとなんか振れる？振れないよねー。あと。キャプテンシーやめたところで、PK 振れて、あ、振れた。OK。じゃあ、これでいっちゃいましょうか。これでいっちゃいます。はい。では、これで終わりましょう。さあ、どれぐらいいけたかな？ US 星3、2、2かな？2ぐらいか。はい、ボランチ US 星3。お、3ギリいきましたね。よかったよかった。結構いい選手が作れました。まあこれで、最後金徳ね、成功していればワンチャン US 4ぐらい近くまで行ってはいましたね。精神余ってたし、最後オール100もらえたし、なんでワンチャンいけましたということで、はい、本日は以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよならー。